はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット始めていきましょう。条件なんでしょうね。私は喜多方くらみ、よろしくね。農園で収穫です。お知らせが届いてるわよ。フォーティングキーボード、あー、ありますね。 iPad にキーボードを自由自在なとこに置ける場所なんですが、あの機能なんですが、名称バトラー、なんでしょうね、この丸焼きは。シーウィン祭りになってます。行きましょうか。一回メジオダーリング、気合い入れていくわよ。さあ、刀アラビアン12戦9勝ですね。今は残りは71周になります。が10月を2週ですね。秋の天皇賞、いい感じだわ。ジャパンカップもありますよね。お、まったけがある。いい仕上がりだわ。何かよ。そして SWBC にも出せますからね。成績見ていきましょう。何取ってるかな。なるほど、秋競馬は有馬を取ってますね。で、宝塚記念は1回目は取れなかった分のリベンジ成功してるんで、ローテーション見てると天皇賞秋がある、メルボーンカップをギリギリ出れるんですよね。距離がギリギリあるんで1000枚、こっちの方が500枚なんだ。ジャパンカップが1000枚ということで、香港あたりは、香港も1000枚じゃだったと思う。香港カップも1000枚、有馬700枚ということで、海外の方が取れる数が多いんですよね。メルボーンカップ行ってみても面白いんじゃないかなと思いました。待つ待つかしら。本陣か。いい感じだわ。気合い入れていくわよ。十分ね。元気いっぱいね。さあ、10月を5週かな。秋よ、天皇賞クエスト達成よ。気合い入れていくわよ。勝負根性、いいわね。ここでメルボルンカップに登録です。ジョッキーは岡部騎手。何かよ。
かよ。ベストバー体重は506キロです。今週はレースがあるわね。いい体調で挑めそうですね。クリスマスケーキがもらえるんだ。250使いますけどね。大根ですね、今は。この大根です。いい感じだわ。何かよ。絶好調で挑めますね。さあ、メルボルンカップ3200m、距離はギリギリですが、なんとか持ってほしい。一番人気よ。 1.5 倍一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。スーパーインポーズ。2番人気がビーアンダークロス、トナカイソルジャー。これ結構格馬混じってるかも。レース行きましょう。フレミントン競馬場で3200、天気は晴れ、メルボルンカップです。カタナアビア2枠2番。19世紀半ばに創設された南半球最大のレース、メルボルンカップ、いよいよスタートです。歴史あるんですね。そう、スタート。まあまあのスタートですね。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。1番カバリエル、中段に位置しました。先頭に立ちました。3番スーパーインポーズ、ドネガルミスト、ビッグバロン。その外に8番サブゼロ、カタノアラビアンはこの辺り。その外からは10番ベタールースナップ、それからトナカイソルジャー、そしてそのうちに11番スターオブザレルム、それからもう1頭6番ヒロイックシティ、そしてその外にアクビリティ、一番後ろにビアンダークロスであります。もう一度先頭から紹介しましょう。これが先頭、1番アバリエル、その後ろ3馬身くらいあってスーパーインポーズ、ちょっと離されまして9番ドネガルミスト、そして4番手に8番サブゼロ、ビッグバロンが並んでいっています。1番人気の2番カタノアラビアン、岡部騎手、どの辺りで動くんでしょうか。外から1頭10番ベタールースナップ、そしてその後ろからトナカイソルジャー、スターオブザレルムがそのうちにいます。それから足毛の馬体ヒロイックシティ、その外12番アクビリティ、そしてしんがりから7番ビアンダークロスという展開です。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行くのはカバリエリ、3馬身リード、これを追って3番スーパーインポーズ、この辺りちょっと離れているドネガルミスト、8番サブゼロ、内を通って5番ビッグバロン、その後ろでやりましょうか。2番カタノアラビアン、外を通りまして10番ベタールースニャップ、そのうちトナカイソルジャー、スターオブザレルムがその後ろ内を通りまして6番ヒロイックシティ、そしてもう1頭12番アクビリティ、しんがりからビアンダークロスであります。こいつを倒せ、倒さないといけないってことか。カバリエリであります。さあいよいよ4コーナー、そしてその後ろからスーパーインポーズ、それから離されまして、ね、ドネガルミスト、そして4番手にサブゼロであります。内から1頭ビッグバロン、黒い帽子にご注目ください。これが1番人気のカタノアラビアン、ベタールースニャップが並んでいます。その内からは4番トナカイソルジャー、ね、ここからが大歓声が上がるフレミントン競馬場、大歓声が上がるフレミントン競馬場、カタノアラビアン直線伸びてくるのかどうか。1番内カバリエリが頑張っている、抜けた抜けた、8番サブゼロ、サブゼロか、さあ捕まえに行くが、カタノアラビアンが2番手、カタノアラビアン懸命に追った、内が飛んでいる、カタノアラビアン1着サブゼロ、メルボルンカップ勝ったのは1番サブゼロが、やっぱり利用一
距離が長い。千枚につられて登録したんですが。よく頑張ったわね。そんなに甘くはなかったか。海外に、海外っていうのも災いしたかな。以上のように確定しました。次は有馬記念ですね。レースを終えた馬が戻ってきたわ。気合い入れていくわよ。いい感じだわ。すぐあのいい状態させないといけませんからね。放牧です。何か用？気合い入れていくわよ。はい、というわけで残念ながらカタナアラビアンメルボルンカップを制することはできませんでした。うん、普通の海外遠征が弱いのかもしれないですね。次、有馬記念昨年取ってますよね。で、有馬記念で雪辱を狙いたいと思います。ぜひ、これ以上応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。